はい、皆さんこんにちは。榊敦史でございます。まもなく2時になろうとしていますね。まったりとした午後でございまして、不安としてますけども、不安はい、日が差しておりまして、今日お昼にビール系飲料3缶いただきます。まったりとしていますね。今日は夜ね、またね、会合がございまして、そこでまたお酒を飲むんでしょうけども、あれですね、それまでの間はふわーんとしようかなという感じでございまして、まもなく2時になります。日経平均426円、高、上がってるやん。ドル円はちょっとうにゃうにゃし始めましたね。 147.98 というところですか。ちょっと待ってね、91。その他は大きな動きなしと。香港ちゃんとあれでしょう、堅調プラス131、 14,995 と。さすがにね、この月曜日からドーンと下げるっていうのはまずいでしょうし、こんだけ下がったから少しは上げんとね。10年国債アメリカね、もう落ち着いてますね、 4.03。 さて、ドルウォン、わーこれ頑張ってるんですよ今日は。1420.89 というところですね。はい、まあまあですね。はい、本題は全然関係ない話でございます。デイリー新潮を見てますと、こうですね、こういう記事がございます。北川景子は本当によく働くと言われるわけって、これでお前ら記事書くんかという内容でしたけど、なぜね、北川景子さんって綺麗でしょ。結構好きですよ。あの女優の名前をね、顔と名前が一致するのが10人ぐらいという私でもね、知ってる中の一人なんですよ、北川景子さん。なぜ知ってるかというと、家売る女ってありましたでしょ。あれ最後は3年ぐらい前でしたっけ。あれ2回ぐらいありましたよね。さすがにね、こうあれは業界人は見なあかん、あれです。あのこの前の正直不動産もそうですけど、その前に家売る女があったわけですね。で、出てきはってですね、家売る女ってものすごいすごい営業ウーマンの役をやってらっしゃいましたけど、よう似合ってるねなんていうか、こうあのきついね。その前確かね、謎解きはディナーの後での時はまだこうギャルっぽい役割ではなかったかなと思うんですよ。ああ、その後その前にヒーロー、あのキムタクにくっついてる検察事務官の役やってらっしゃいましたね。見てるでしょ、見てるんですよ。この方よく見るんですよ。だからすごい印象がある。で、まあ、ファンというわけではないですけど、好きですよ割合。ちょっと言いましょうか、北川景子過去36、もう36歳になられるんですね。が来年 NHK 大河ドラマ「どうする家康」に続き、1月クールのフジテレビの月9女神の教室リーガル青春白書にも主演することが発表された。業界では本当によく働くと驚きの声が上がってる。もう一回あれやってえな、あの家売る女第3シリーズ。来年の大河の主演は松本潤、嵐のね。で、徳川家康を演じる、岡田准一41が織田信長、ジャニーズやん。でその妹のお市を演じるのが北川だ。戦国一の美女と伝わるだけあって、大河でお市を演じた女優たちも揃って美しい。岸恵子、松原千恵子、小林香織知らんな、夏目雅子知ってる、真野梓、高林幸子知らんな、鷲尾伊佐子知ってる、頼近光子知らん、アナウンサーでしたっけこの人、よう知らんけど、田中美里知らん、太一真央、光明が後で見たような気しますけどね、太一真央ですか。鈴木保奈美、内田恭子、よくわからん、井本彩花知らんわ、麒麟が来る、国取物語、松原千恵子やったんですか、お前は。僕は11歳の時ですね。まあいいんですけど、お市の方といいますのは、もう戦国一の美女とまあまあ言われますけども、あのお兄ちゃんが織田信長なんですね。で、お兄ちゃん
がかなり の美男子だったというふうに伝えられています。それで妹のお市の方をですね、浅井稲政という、信長が岐阜を取ってからの後やったと思いますけど、浅井長政というのにですね、妹をですね、嫁がせます。で、浅井長政とはですね、かなりこう仲睦まじい夫婦であったと言われまして、子供を3人設けるんですが、全員女子というふうになりますね。で、浅井長政が織田を裏切ってですね、で、織田とは戦闘関係になって、最後はとうとう攻め滅ぼされまして、小谷城からこう落ちてですね、信長側にこう帰っていきますね、3人の娘を連れて。帰って3人の娘のうちの長女がですね、後の淀君、秀吉との間に豊臣秀頼というのを産みます。そういう、こうまあまあ、あの数奇な運命、生涯3回落城を経験したと言われてまして、それは淀殿、あの長女ですね。まずですね、幼い時にお父ちゃんの城を小谷城が落城しまして、で、ティーンエイジャーの頃にですね、柴田勝家の、あれ何城やったかな、忘れましたけど、あの北陸の方の城ですね、が落城しました。で、3度目は大阪城ですね、息子の秀頼と一緒に落城をして、そこで、生涯を閉じられたという淀君のお母ちゃん役でございます。実はお市の方がどんな人であってどういうことをされたかっていうのはほとんど記憶がないんですね、ただ絶世の美女であったと伝えられている。で、信長の妹であり、淀君のお母ちゃんであるというところの位置づけであって、あんまりそのキャラがですね立ってこないんですけども、絶世の美女というところでですね、まあ向いてるんちゃうかなという気はしますけどね。北川景子さん、オリコンが発表する女性が選ぶなりたい顔ランキングで常に上位、でですね、なんかお写真が出てますね、旦那が大吾って言いました、竹下昇という、僕が高校生ぐらいの時に、高校生かな、総理大臣を務めた、大学生かなの時の、あの竹下昇という人の孫が大吾ですね、ちょっと飛ばしました、民放プロデューサーは言う、これは飛ばしましょう。加えて来年1月クールの富士の月9で主演する。未来の放送界を担う若者たちが通うロースクール法科大学院を舞台に、放送界の在り方を問う法律ドラマで、えらい硬そうやん硬そうやん。彼女が演じるのはロースクールで推してる側となった東京地裁刑事部の裁判官だそうですね。セリフも膨大でしょうし、専門用語も多い。その一方で大河ドラマですからね、とよく両立できると感じる。確かこの方2時間ドラマかなんかで弁護士やってたのを1回見たことありますよ。10年ぐらい前でしょうかね、京都やったと思いますけどね。あの指名何やったかな、あの検診といいまして、検察審議会ってあって、検察がですね不起訴としたのをですね、それが本当に縁かどうかっていうのをですね、市民が集まって陪審みたいに決めるんですけど、それで起訴相当とした場合にですね、あの弁護士の中から検察官を選んで、ですねやるという、そういう設定やったと思います。割と法律家も匂ってますよ。あのヒーローで、キムタクの事務官やってましたけどね、割とこう冷たい感じの役は匂ってるんちゃいますか。こんだけど活躍してるという話だって、その何が言いたいねってありますけどね。そしてこの1年を振り返ると、北川バランスのいい年だった。前半は連続ドラマをやって仕事が充実して家族にサポートしてもらった。後半は仕事が緩くて家族に向き合うことができた。2歳のねお子さんがいらっしゃるんですって。2歳ってまだ手かかりますよ、とか一番手かかるかもしれませんね。最近の2歳はまだおむつしてたりしますからね
これだけ働いて仕事が緩いである。今年も立川志の輔さんの創作落語をニャニャニャってありますね。演技の評価はさておき知名度は抜群ですし、あの美貌はアップにも十分耐えられる。現場では何も文句を言いませんし、あ、そうなん。スタッフがやりやすいということもあると思います。オファーを断らないのも夫である大吾44の理解があるからでしょう。大吾も竹下昇の孫ですね。みんなの競馬や大吾も台所今日の献立何にするって、これ結構なんか話題になってますね。テレ朝の MC などを数多くのレギュラー番組を抱える超売れっ子だと、あ、抱える売れっ子だ、うん、まあそんなことを書いてあります。たわいもない話であれなんですけども、いや僕好きなんでね、すいません、喋らせていただきました。この新潮の記事はですね、毒はないので貼らせていただきましょう。今私が半分ぐらい読みました。はい、皆さんどうもありがとうございます。